クリス・ヤング、クリストファー・ブランドン・ヤング、クリストファー・ブランドン・ヤング、1983年9月5日大は、アメリカ合衆国テキサス州ヒューストン出身のプロ、野球選手、外野手、右投げ右打ち、MLB ロサンゼルス・エンゼルス所属、相性はサイ。6月5日、MLB ドラフト16順目、全体493位で、 シカゴホワイトソックスから指名を受け、8月19日に契約成立。この年はプレイしなかった。から、参加のルーキー級アリゾナリーグホワイトソックスでプロとしてのキャリアをスタートさせる。55試合に出場の上、ベースボールアメリカ誌の有望株リストではアリゾナリーグの13位にランクされた。は、アパラチアンリーグのルーキー級で69案だ。 4位21盗塁2位等をマークし、アパラチアンリーグのオールスターに出場。バエ級で24本塁が、6位66支球、2位、出塁率、365、7位31盗塁2位など、好成績を上げ、ホワイトソックスの有望株リストで9位にランクされ、ベストアスリートにも選ばれた。バエー級バーミングハムバロンズで126試合、 打率、277-26本類が、77打点、出塁率、377アップス、922-32、盗塁というハイレベルな数字を叩き出し、7月10日には、オールスターフューチャーズゲームに出場。ベースボールアメリカ市のマイナーリーグオールスター、代表チームにも選出され、ホワイトソックスのマイナーリーグプレイヤーオブザイヤーに、輝いた。また、 有望株リストでは6位にランクされ、ベストアスリートとファステストベースランナーに挙げられている。2005年12月20日に、ハビアーバスケストのトレードで、オーランド・ヘルナンデスと共にアリゾナ・ダイヤモンドバックスへ移籍した。は、トリプル A 級にステップアップ。トリプル A 級通算サイドワインダーズ100試合、打率27。276-21本塁が、77打点、出塁率。 363アップス、89517、投類と順調に成長を続けた。8月18日にメジャー初昇格を果たす。同日、サンディエゴパドレス戦で8番、中堅主としてスタメン起用されメジャーデビュー。8回表に、ウッディ・ウィリアムズ投手からキャリア初安打となるセンター前ヒットを放った3打数1安打1得点。さらに、 23日には、ジェイソン・シュミット投手から、メジャー初本塁打となる2点ボンダを、9月2日の、ワシントン・ナショナルズ戦では3アンダゴー打点を、叩き出すなど、30試合に出場して、経験を積んだ。シーズン終了後、ベースボールアメリカ市のマイナーリーグオールスターセカンド、無に選出されたほか、ダイヤモンドバックスの有望株リストで2位にランクされ、ベストディフェンシブアウトフィルダーに選ばれる。 は、開幕から中堅種のポジションを確保し、打率は、237と低いものの、先頭打者本塁打9本、両リーグ最多、MLB 歴代5位、対、6月5日と、同19日はサヨナラ本塁打を放つなど、計32本塁打、リーグ0位、68打点。後半戦からは1番打者に抜擢され、前半戦9盗塁に対して後半戦は18、盗塁と、 総類にも積極性が出てきた。新人選手が30本類が20盗塁をクリアしたのはノマーガルシアパー。30本類が22盗塁。1997年に続いて MLB 史上2人目。30本類が25盗塁は史上初。85得点29二類だ。32本類が64長打、長打率。 467、27盗塁は、球団新人記録。地区優勝の原動力として活躍し、シカゴカブスとのプレーオフでも2発放つなど、ボブ・メルビン監督を攻撃の幅が広がったと喜ばせた。ナショナルリーグルーキー・オブ・ザ・イヤー投票では10ポイントを獲得、4位に食い込むなど、飛躍のシーズンとなった。は四月八日にまでの五年二千八百万ドルの、 契約を締結。2014年は1100万ドルのオプションとされた。開幕当初は一番打者として起用されていたが、5月31日の時点で打率。238、出塁率。327、6月以降は打順を下げられることが多くなった。前年基本類打と投塁はダウンしたが、2類打と3類打はアップして、それぞれリーグ7位と6位。 前半戦打率、228、出塁率、296, アップス、697に対して後半戦は打率、278, 出塁率34、343, アップス、851と尻上がりに調子を上げた。8月16日と9月21日には3安打、4打点。本人は、今期の成長過程にはおおむね満足していると、 シーズンを振り返った。は、大不振に陥り、打率は21、212にとどまった。また、2年連続でクリアしていた20本塁打にも、届かず、打点も前年の85から、半減以下となる42に止まるなど、レギュラー定着以降で、最低の打撃成績に終わった。は、復活を果たした。本塁打は2年ぶりに20本を、クリアし、打率と打点は、 自己ベストの数字をマーク。また、成績面で最も顕著な変化が現れたのは、出礼率。それまでは、322さえ届いていなかった数字が、341まで大きく伸びているが、これは、出礼率に影響を及ぼす、支給数で、それまでの自己記録に12支給も上積み、2010年までの記録は62だったが、2010年は74。 支給を記録したからである。は打率こそ下がったが、支給が2年連続で自己最多を更新し、前年に続いて20本類が、&20 投類をクリアした。は4月に肩を痛めた影響で101試合の出場に止まった。2012年10月20日に、マイアミマーリンズも絡んだ三角トレードによって、オークランドアスレチックスへと移籍した。これにより、4シーズンぶりに、 ボブメルビン監督のもとでプレーすることに行った。11月1日に FA となった。2013年11月22日にニューヨークメッツと1年総額750万ドルで契約を結び、11月26日に正式発表した。は、開幕から88試合に出場したが、打率205.8本塁打28打点。 7盗塁と結果を残せず、8月9日にリーフとなった。2014年8月27日、ニューヨークヤンキースと契約を結んだ。移籍後は23試合に出場し、打率282.3本塁が10打点アップス0.8761盗塁という一定の成績を残した。ニューヨークの2チームで計111試合に出場し、 8年連続となる2桁本塁打を記録通算150本塁打を達成した。は、ブレッドガードナー、ジャコビー・エルズベリー、カルロス・ベルトランと外野の3ポジションのレギュラーが決まっていたためリザーブ外野手としてプレーしたが自身4シーズンぶりとなる140試合以上に出場しコンスタントに出番を与えられた。打撃面では打率が5年ぶりに 250を超えたほか、9年連続2桁本塁打となる14本の本塁打を放った。外野守備では76試合で、右翼手を55試合で、左翼手を15試合で、中堅手を守った。11月2日に FA となった。2015年12月2日に、ボストンレッドソックスと2年契約を結んだ。アワリザーブ外野手として起用されたが、 ルーキーイヤー以来10年ぶりの100未満となる76試合の出場だった。しかしながら打撃面では、好調を維持し、打率、276、出塁率、352アップス0.850は、いずれも自己最高の数値だった。外野守備ではレフトを守る機会が圧倒的に多く、63試合で無失策、DRS から3という成績をマーク。 センターとライトはいずれも3試合ずつだった。は、ディビジョンシリーズのロースターには当初は外れていたが、怪我で離脱したエドゥアルドヌニエスに代わって登録された。オフの11月2日に FA となった。2月19日にロサンゼルス・エンゼルスと1年200万ドルの契約を結んだ。ベースボールアメリカ誌の有望株リストでは、 2006年版23位2007年版12位にランクされている最高水準のスピードとパワーを兼備する核弾頭。調子が上がるとかため打ちをするタイプで中軸を打たせる構想もあるが本人はリードオフの座にこだわりがある。また中堅の守備でも瞬速を飛ばし広大な守備範囲を誇る。抜群の身体能力を有するがゆえに。 少々それに頼りすぎる嫌いがあるものの、基本的な技術を習得すれば、スター選手にもなりうると目されている。スピードとパワーを両立するアスリートで、2007年に新人選手としては、史上初となる30本類が25盗塁を達成した。マイナー5年間の通算成績は打率。267、出塁率。 358アップス、859.108、盗塁、成功率76%。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。